ニュースのお時間です。ナビゲーターの増座でございます。7月18日午後13時30分ごろ。小山さんが、田健太郎さんに宣戦布告されておりました。ようやくすれば2点です。1つは、法律の知ったかはお前だろ。2つ目は、暴力配信への苦言でした。1つ目に関してはいくらでも問題出してきていいぞ、とのことですが、リアルタイムでなければ、調べることもできるので、 不正が出てくる気がします。というよりも、タッケンさんがおっしゃっていたのは、民事ではなく、民祖の話だった気がします。なんか、そもそも論点が違ったまま文句を言っている気がします。二つ目は、やから先輩の家に行った件に関してでしたが、それって暴力行為なのか疑問が残ります。ただ、タッケンさんは敵に回しちゃいけない気がします。触らぬ神にたたりなし。では、また、お会いしましょう。